お元気ですか、ボクシミです。今回は銀座六三亭料亭のまかないカレーでございます。あの銀座六三亭といえばね、有名な初代和の鉄人道場六三郎さんのねお店でございます。早速ね、食べていきたいと思います。はい、できました。さ、それでは早速ね食べていきたいと思います。色はどっちかっていうとね、あの黄色みがかかったねあのカレーでございます、ね。箱を見るとですね、結構あのこれ中辛でございますけどね。で早速ね食べていきたいと思います。でこれですね、じゃあ早速いただきます。後からね香りが効いてますね、やっぱりこれ和風だしでなんかね優しい味がしますねこれね、あの中辛って割にはそれほど思ったほど辛くないですね、なんか 甘口に近い中辛って感じでございますけどね。もうちょっと食べてみたいと思います。やっぱりねあの 甘い香りがね、効いてますねこれね、ね、よかったらですねこちらのねあの銀座六三亭料亭のまかないカレーのねレトルトカレーをねあの食べてみてください。あのね、ちなみにあの道場六三郎さんは今御年92歳でなんか今最近なんか YouTuber をやってますよね。あのぜひねよかったらねあの見てくださればねいいなと思っております。私はねちなみに見ております。知ってました前からですね。はいね、でまたねこの銀座六三亭ってね、まあ、機会があればねちょっとあの訪れていきたいなと思っております。私北海道なんでね、まあ、東京の銀座行くことってねあまりないんですけどね、あの行けたらね行ってみたいと思います。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。